旧高山町川高校区に見トンネルは、鹿児島県肝付郡肝付町内を通り、肝付山地を貫く鹿児島県道561号、上野川内野浦線の道路トンネルである。全長3300メートル。2002年12月18日の15時に、当時の鉱山町と内野浦町間を結ぶトンネルとして開通した。1日あたりの交通量は2990台で、 ある。1986年よりトンネル建設運動を続け、1996年12月に建設省の交流触れ合いトンネル橋梁整備事業に選定されたことで建設が決定される。1998年3月30日に国見山町で非公式を開催し、2000年3月29日に貫通した。 開通直前の2002年12月15日には、国見トンネル内で、ウォーキング大会が、内野浦町側の入り口では、特産品の即売や、フリーマーケットが開催され、約3000人の人手で賑わった。国見トンネルの開通以前は、内野浦町鹿のや市間は、海沿いの国道448号経由で 36km かかっていたが、 トンネル開通により距離は 27km に、所要時間は20分短縮され35分となった。その一方で、買い物客が旧内野浦城の中心商店街から、鹿野市や旧高山町へ流出する、ストロー効果も発生した。ありがとうございます。